い、例によって今日も高田馬場の駅前です。早稲田口で、西武新宿線と JR 山手線とこの挟まれたこの一角が、リトルヤンゴンの一番ディープなところですね。もう毎回同じこと言ってるのもういいでしょ。で、まあこのタックイレブンをタックイレブンを過ぎてもうちょっと行ったところにもミャンマー料理店が2軒ほどあって、1軒はすでにもう、すでにこのライブで紹介したヌエウーってお店、はい、で今日はですねもうあの最もこうリトルヤンゴンらしいディープなこの地下1階のヤンゴンマモーっていうねもうあのミャンマー料理店を何軒もね90年代から経営されているね、マモーのお店です。何軒目なんでしょうね。ちょっとそののも聞いてみましょう、はい。ここはね昼間空いてないんですよ。夜の5時からやってます。バーとかねそういうのがあるようなところでこの、このヤンゴンアジアンダイニングバーヤンゴンっていうのがね吉野ビルの1階地下1階にあったんですけどこれが2009年にねこっちの方に移ってきました。はい、なかなかね綺麗ですね。さっきねライブやるって言ったらねお店来たらねちょっと綺麗じゃないところあるからとか言われたんですけどいや十分綺麗ですね。はい、ヤンゴンでございます。はい、なんとウータンロインがいます。はい、あ、待てるチャービーの、あ、待てるチャービーの、はい、いらっしゃいませ。 OK 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 で、あのトーマス・ゴーアンさんがいます。トーマス・ゴーアンさん本当だけ本当にナトゥエラチャービナトゥエラチャービメイマニアトゥードゥーラーメイマンマバーデーブマバーデーブココマラオーケー。はい、ということで今日ナトゥエラチャービオーケーディサインは日本語で日本語で言います。ここは本当にねこうカラオケがねすごくね素晴らしいんですね。あねねパワーピョータでだけだけ100% パフォームねねパワーかののノスカリラピョータで。はい、ここにいらっしゃるのはねマモーさんです。マモーはねもう90年代からねいろんなお店やってね、ここの前はあのアジアンダイニングバーヤンゴンですか。いや、もうその前は1993年からずっと、はい、あの新宿で12年間やって、はいはい、2002年の時幅に移してきて、はい、93年から、今まで新宿のあのあれですね、シューサウンですね、はい、ね、ビルマンの建具と、ビルマンの建具とは何軒あったんですか、あそこの3軒、ね、すごいですよね。その後なんかネミンラリン、ネミンラリンありましたよね。ね、いろいろなお店でもう本当にさ93年からだからもう29年、そう全部で何軒ぐらいやりました今まで。全部で7軒、はい、7軒ぐらい、すごい。お店の名前覚えてますか、7軒とも。そうですね、シェファー、ミネラリー、ミンダミー、エレタ、あ、アルタの、あとはダイニングバーヤング、はい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 、まあ、このヤング、ああ、これはどこにあるの、ミンダミー、7軒目、ミンダミーはどこにあったの、新大久保、ミンダミー、いつぐらいですかそれ、いや、そこはだいたい3年ぐらいだけ、3年ぐらいだけ、今すごい賑やかで、韓国行ったわけ、新大久保、あの大久保通り、大久保通りじゃない、大久保通りと、はい、食安通りの間、はいはい、ああ、あの辺ね、当時人は全然いなくて、はいはい、暗くて、はいはい、今すごい賑やか、ああ、今あのコリアの店がいっぱいあるようなあの細い道ね、はい、そうですか、あの公園あるでしょ、ああ、そう、なかなかちっちゃい公園あるね、そうそう、うん、あの通りだけ、あの公園のある通り、食安通りから入っていって、まっすぐ、ま、右に公園ある、右ですか、うん、右に公園、もっと行って、うんうん、大久保通りの近く、あ、でそれ右側ですか、右側、公園のある方、公園のある、今ももう、うん、あの
韓国料理、はいはいはい、あの辺全部韓国料理、面倒見3年間ぐらい、プリンセス、プリンセスプリンセス、プリンセス、プリンセス、プリンセスが経営してるプリンセス。え、それは2000年過ぎてから？いや、2000前から。2004、まあ、90年代。90年代。で、ババに、ね、あの来たのが2002年。はい、2002年で、そこはお店は何ですか？2002年の時の。2002年の時あの、うん、ここでアルタってやって。アルタね、はいはい、はい。ババで今3軒目。あ、アルタね、はいはい、名前は聞いたことあります。あのエラワンに乗ってた、あ、そうそうそう、エラワンでね。あ、アルタは何年ぐらいやったんですか？ちょうど4年。いや、2002年から4年。2006年で、2006年にあのアジア、2006年までやって、はいはいはい、その時ちょうどオーバーステイとか強制されて、もう全然もうミャンマー人ほとんどいなくなって、うん、そうね、石原当選の時ね、うん、で、あの中板橋で、ね、はいはい、ラーメン、はい、そうなの、ラーメン屋やって、はいはいはい、で、ラーメンも成功、まあ、しなかったの、おー、それでまたミャンマー、プタミアの斜めのミャンマー料理、はいはい、あ、地下のお店ね、地下の吉野ビル、地下1階吉田ビル、あ、吉野、うん、やって、はいはい、こっちはもう12年目、ああ、はいはいはい、いらっしゃいませ、どうぞ、はい、じゃあということで、あのね、もう7軒やっている、もうとにかく、ね、もう、あ、ね、高田馬場のミャンマー料理って言ったらマモを置いていないですね今ね、はい、はい、ありがとうございます、いろいろ、はい、今撮ってもらって、あ、いや、まあいいんです、あのライブでちょっとあの昔話を聞いてたんで、ありがとうございます。はい、オッケー、あの、ブジジョーでニーヤーラ。オッケーオッケー。じゃあ、ブジジョー、はい、ブジジョーで CB はね。はい。オッケー。ありがとうございます。じゃあ、はい、どうぞ、あの、じゃあ、また後からゆっくり。はい。はい、ということで、マモアの、よろしくお願いします。いいですよ、この店は。はい。あ、どうぞどうぞどうぞ、どうぞ、気にしないでください。全然気にしないでください。はい。ということで、ここで、この後ね、多分ね、カラオケが始まるとはね、ライブなんかやってられないですからね。歌のインディネア、そうまだ。ああ、十分。でね。あ、あれは、あの、はい、ということで、あの、ミンガラドーの、もうね、ミンガラドーブヨーダンの、はい、アニエンのね、はい、アニエンのもうスーパースターですよ。ハタハタハタ。コメディアン。ハタヌジの、ウセイマハ。名前ね。ハタの名はウセイマハ。ウセイマハ。ウジの名前。おぉ。ウジの名前は、ウダンルイ。ウダンルイ。ウジの名前はウセイマハ。おぉ、アクマティで。初めて知りました、はい、本名はあのウータンルインですけども、旗のアクターとしては名前が、ウータンルイン、ウータンルインやったっけ、名前の、ウータンルインの名前に、はい、ベンラドウェイにカブエマジャロウシの名前、ウセイマハ、ウセイマハ、ウセイマハっていうのがそのまああの、ウシの名前をね、というあの芸名ですね、芸名です、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、この後じゃあちょっとブディジョね、ブディジョ素晴らしいんですよ。ちょっと メニューあるかな、メニュー、これがメニューですね、ちょっとメニューをちょっと、はい、ちょっとメニュー借ります。ブディジョがね、こういう風に、はい、ブディジョ、あ、え、この、これがお店、ね、この最高、このブディジョね、このメニューの写真よりも実際ね量が多いんですよね。そう、普通ねメニューの方がたくさんあって実際来るとあれ少ないなって感じなんだけど、ここの店のすごいのは、あのメニューはこんなぐらいで、あ、こんなもんかと思って来るとどっちり来るんですね。素晴らしい、メニューよりも実際の方がいいという、普通は、ね、メニューが綺麗でっていうのがね、そういう常識を覆す素晴らしい、本当にね素晴らしいお店です、ここは本当に。はい、じゃあ、来たら、料理が来たらね、
ちょっとまた再開します。はい、どうもです。はい、さあ、あのブーディー城来ました。ブーディー城見てください。このブーディー城メニューの倍ぐらいあります、ね、さっきから言ってちょっとしつこいようですけども、ね、普通はねメニューが大盛りで実際来るのが少なめですけど、これはねメニューの倍ある。ね、あのメニューよりもたくさんこのこう出すっていうのがこれサービス精神ですかね。素晴らしいですね。こんなお店ね日本どこ探してるのないですよ。こんな魔法の店最高。はいはいはい、もうこのブーディー城、もうこのブーディー城だけじゃなくて、ね、いろいろ美味しいんですけども、本当ねこれ、あ、今日ねあのウタヌイとオトマスゴアンさんがあのサタージャオっていうね、これ鹿ですか。鹿、はい、鹿、はい、鹿ですね。鹿のね、まあ、まあ、でも鹿かもしれない、うん、鹿、まあ、確実に鹿、確実にあのね今日ね今ねちょっと面白い話聞いたんですよ。あのラウェイをね若い頃やってた、あの、あ、こ、な、名前、あ、僕ゾモと申します、ね、ゾモ、コモゾ、コゾモね、ゾモ、ゾモさんがね若い頃あの門の人なんですよね。そうですね、門の人でね、若い頃ラウェイやってて、でラウェイをやると素手でやるからね骨が見えるぐらい怪我をしてもなんか血が止まるんですよね。そうですね、なんか乗っちゃって、なんかまあ昔から使ってるその薬みたいにすぐ乗ったら本当にパタッと止まっちゃって、それでまた続けてやったりすること結構多かったんで、僕ら若い頃は。今の人はあんまり見たことないのかな。いや、そう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 、その3回ねダウンしてもっていうと、これちょっともう一回ちょっと、ね、お話してください。ぜひ。いやいやいや、あの そんなに面白いんですか。すいません。いやいや、ね、あの 3回ダウン取られてもやっぱ本人がやる気あればやらせる。ね、だからまあ本当にまあ。ちょっと残酷といえばちょっと怖い。いや、まあ本当にね、あの3回ダウンしたらもうそれでおしまいじゃなくて、本人がやるって言ったらねやらせるっていうね、すごいですよね。というなんかいろいろ、まあちょっと今日はいろんなお話を、なんか食べに料理紹介できたんですけど、おしゃべりの方がちょっと多くなりすぎて、今日はとりあえず、ブーディー城だけ、まあこれだけでもね、あのここに来る、うん、他も美味しいですけどね。てか、ね、他も美味しいというよりも全部美味しいんですけども、まあ、とりあえずこれだけでも価値があるというね。今日は、まあ、あの生ビールとブーディー城で、私、この後、CJ カウセイも美味しいよと言われているので、ちょっとお腹に余裕があれば食べます。ということで、はい、ということで、まだカラオケ始まってません。今日はね、土平日なんでね、水曜日でね、これがね、土曜日とかだったらね、ちょっと大変ですね。はい、ということで大変っていうのは楽しいってことですよ。はい、じゃあすいません、じゃあ皆さん、今日はこれで、ライブは終わりです。ヤンゴ来てくださいね、本当にね、もうビルマに来たような気分になりますからね。はい、じゃあさようなら。はい、最後は前ママを映して終わります。